ご紹介いただきました、堀越と申します。本日は、貴重な機会をありがとうございます。よろしくお願いいたします。内容といたしましては、ラーニングアナリティクスなんですけれども、特に、実際の授業にどう使えるか、といった観点でお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず私なんですけれども、ご紹介いただいたように、京都大学の学術情報メディアセンターで助教をしておりまして、野方先生のもとでラーニングアナリティクスの研究を他の、学生や研究員と一緒にしております。バックグラウンドなんですけど、もともとは中高の理科教員を目指して実際に高校教員をしてたんですけれども、ラーニングアナリティクスへの、なんていうか、出会いというかきっかけとしましては、ちょうど10年くらい前に教職課程の学生だったんですけど、その頃、2020年になると、一人一台のタブレットが配られますと言われていまして、その時半信半疑で、まあ10年だったら本当にそういう時代が来たんですけれども、その頃の教員養成というのは、アクティブラーニングと、これから ICT 利用、これができる教員を育成するというふうに、まあ学生としては感じていまして、何しろ作る授業は全部そういうふうにするということで一生懸命勉強していました。で、いろんな新しい教え方とかを習ったんですけれども、一方でやはり話し合いとか、アクティブラーニングなんで話し合いをしたりとか、ICT 利用でタブレットを使わせるとか、いろんな練習をすると、学習者が何をやってるか全然見えない。形だけはいろんな学び方を、いや、教え方を勉強できるんですけど、形だけになってるんじゃないかっていう不安が常にありまして、その頃にデータによる支援が有効なんじゃないかというふうに感じていたところです。で、ちょうどたまたま私もともと生物の学科にいたんですけれども、隣の情報のところにラーニングアナリティクスをしていた、田村先生がいらっしゃいまして、もう情報のバックグラウンド全くないんですけど、一生懸命やるので受け入れていただけますかといったところを受け入れていただいて、そこから博士を取るに至って、で、博士取ってからは、京都大学に移動しまして、今は太田先生のもとで働いているというようなバックグラウンドになります。野方先生のもとではいくつか、ラーニングアナリティクスのプロジェクトがあるんですけれども、このうち私は大きく2つに関わっていまして、1つはこの、科研費のプロジェクトなんですが、リアルワールド教育データからのエビデンス抽出ということ。こちらは、どちらかというと、大規模な基盤を作って、そこに蓄積していくところ、データからどうやってエビデンスを抽出できるか、といったような、本当に基盤の話になります。一方で、全く違う、教育、国立教育政策研究所のプロジェクトの方は、もうちょっと具体的に、じゃあ、まず、この電卓動型の教育の実現に向けて、何からできるか、といった、研究になります。こちらを今日メインにお話しするので、もうちょっとだけ詳しくお話しすると、3カ年のプロジェクトなんですが、大きく3つの課題に分けて取り組んでおりまして、一つは、授業開発事例共有ということで、一人一台の端末があって、データも溜まって、実際やり始めてる学校も増えてきたんですけど、なかなか参考にできる事例や研修がないということで、授業開発をして、するだけじゃなくて共有をしていこうといったプロジェクトになります。それから2番目は、標準化でして、これももう、XAPI にしても、キャリパーにしても、仕様自体はあるんですけれども、で、さらに学習ポータルがそれを、サポートしていることもあって、実際できるんですけれども、ツール横断ができたところで、じゃあどういういいことがあるかという学習分析の事例が極めて少ないということで、ここも研究をして知見を広めていくことで、発展していくんじゃないかと考えています。で、この2つを今日はお話の中に含まれると思います。3番目は今日はお話ししないんですが、データがどんどん集まってくるということで、これをその実名のまま学校間で共有するのはもちろん難しいんですけれども、匿名化したときに研究利用するという構想自体はすでに提案があって、でもじゃあ具体的にどのような匿名化データを作成して分析するとどういうことができるか、あるいはポリシーとしてどういう検討の必要があるか、こういったことは3番目の課題として検討しているといったプロジェクトになります。で、このうちの1番目と2番目なんですが、こういった感じの先生方と一緒に進めております。で、ここから本題なんですが、私はなのでその中でもデータ駆動型の授業、あるいはその授業作りというところなんですけれども、大きく3つに分けて取り組んでいまして、設計のところ、
それを実際にやるところ。そして、その後、振り返って評価するところ。こう、それぞれにラーニングアナリティクスが関われると考えています。設計のところは、先ほど申し上げた通り、なかなか、事例がないということで、ここにちょっとグラフもありますが、まずデータを使った授業をしたら、ちゃんと事例として残して、その残したもの自体もまたデータになるんですけど、さらに検証した結果もくっつける。こういったものを参照可能にすることで設計フェーズが助けられると考えていまして、これからデータを活用した教え方も学び方、これはもう、現場の先生と一緒に授業を開発して、検証していく、実証していくという形になります。それから3番目は、後でもう少し詳しくお話ししたいんですが、データを使った授業は授業の中で使うだけでなくて、またデータを残しますので、それを可視化して何が起こっていたのか、あるいは難しいところがあったんだとしたら、なんで起こったのか、どうしたら改善できるのか、こういったことがわかりますので、このサイクルを回していく、そのそれぞれにラーニングアナリティクスが使えると考えています。で、トピックとしては大きく3つに分かれてまして、日々の授業にどう取り入れられるかということで、まずは、授業全体として設計されている一つの事例をご紹介したいと思います。ただ、これは、かなり作り込んで研究として実施しているものなので、なかなかハードルが高いので、じゃあ、実際始めるならどこからご紹介もしたいと思います。それから、どうやったら実際にそれが普及していくかということで、取り組んでいることもありますので、ちょっと時間があればご紹介したいと思っています。で、前提としまして、今日のお話は、何回かこのシンポジウムでも関連の発表があったと思うんですけれども、ケークビッグデータクラウド基盤の、リーフシステムを使っています。で、大きく2つのシステムで、ご案内の通りかと思うんですけれども、教材配信システムのブックロール。こちらがいろんなインタラクションのログを残します。それから、それを分析して利活用するログパレットというツール。この2つが主に、今回の対象となっています。で、実際の事例なんですけれども、この方法自体も先日の和田先生の講演の中で紹介があったと思うので、詳細は割愛させていただきたいんですが、読解力を向上させるための読解の戦略なんですが、それをデータのサポートの観点から見ると、大きく3つのプロセスに分かれていて、読む前、読んでる間、それから読んだ後にどうデータが関われるかということで設計された授業になっております。で、これには、先ほど申し上げた通り、授業を作る、ラーニング、データドリブンな、学習のラーニングデザイナーの人と、それから私みたいにラーニングアナリティクスをする、ラーニングアナリストと両方でやっているような、研究になります。で、読む前ですと、この戦略は、スキャン&スキムといって、コンテンツの中身をさっと理解するっていうことなんですけれども、それにどうデータがサポートできるかというところで、予測や質問を ebook のメモに書きなさいと。そうすると、その書いたものがこういう形で、クラス全体のが見える。それから、読みの段階では、重要だと思うところにマーカーを引きなさい。赤マーカーですね。わかんないところには黄色マーカーを引きなさいって言うと、やはり、それが自動的にこういう感じで主役表示される。で、これ実際の授業の画面なんですけど、先生はそれを元に、どこピックアップして、補足するかとか、あるいはどこに引いた、じゃああなたはこれをどうして引いたんですかって言った感じで授業展開させるとか、隣の人と話してみなさいって展開をするとか、そうやってデータが残ったことを授業の展開に反映させていっています。読んだ後はいろいろバリエーションがあるんですけど、やはり、メモの中に、要約を書かせるとか、エッセイをもう少し長いと書かせるとか、こういったバリエーションがあります。基本的な設計、一授業の中で終わらせるとすると、読む前と読んでる時と読んだ後というのを10分、10分、15分くらいで、配置して、それぞれこのツールを使うというのが基本形なんですけれども、今日ご紹介するのはちょっとアドバンスなもので、2回に分けて、1回目の授業は読む前と読むところまで。で、2回目の授業でもうちょっと発展的な活動をするというような授業でした。で、この表記ちょっと
見慣れないかもしれないんですけど、タイムラインは横軸にとってまして、ここの下の部分にはその各活動で使われるツールをの計画が示されています。なのでかなりいろんなツールを使いながらこの上の活動が実行される。でこのツール全部使うとそれぞれがログに残るといった形になっています。で先ほどちょっと申し上げた通り、リーフシステムは様々な標準規格に準拠していますので、 LMS 上のログも、それから ebook 上の先ほどのマーカーを引くとかメモを残すとかいうログも、それからダッシュボードを見たというログも全部一ところの LRS に集まっています。なのでこれを全体を横断して可視化することができるというのがこの研究のポイントであると思っています。これが実際に可視化したものなんですけれども、これ一人の例ですが、最初にLMS にアクセスしてクイズの活動をしました。それからテキストを読みました。マーカーを引きました。メモは計画されてたんですけど、この場合はやらなかったようです。でそれからタイマー機能を使いました。レコメンデーション的のもあるんですけど、それも使わなかったようです。ダッシュボードにはこのくらいの時間に毎だいたい3回アクセスしました。こういったことが、例えば今までだとカメラを置くとか、いろんな方法で事業可視化っていうのが行われてたんですけど、ただツールを使ってるだけで、それをちゃんと統合、標準規格を使って統合することで、ただ授業してると授業可視化できるっていうようなことが今実現しようとしてると考えています。これクラス全員で、ちょっと大きくするために一部分ですが、こうやって見てみると、先ほどマーカー、メモ使ってなかった子なんです。他の子はちゃんと使えてると。で、一方でこの子はマーカーを使えてない。それからダッシュボードも使えてないとか。こういったことが可視化できる。それから計画に照らしてどうだったかっていうことですと、ちょっと、これクラス全員をちょっと一枚にまとめたものですが、そこに計画を重ねてみると、クイズっていうのは予定されてたよりちょっと早くから始まったんだ。でもその空いた時間は読むことに使われて。でもそこは早く始まったけれども、予定通り以外と終わって、次の時間には予定通りに移行したと。それからダッシュボードは3回使う予定だったけど、主に1回しか使われてないんだって。でもちょっと詳しく見ると、先生はおそらくこのメモを使ったと、1回ダッシュボードを使うはずだったんですけど、それをやめてすぐタイマーに移行して、その後ダッシュボードっていうふうに変えたのかな、といったことが分かります。それから教員と重ねてみたんですけれども、今回は結構生徒に任されて、生徒が自主的に進めていくので、先生は例えばマーカーとかメモとか計画されているものは一切使ってないんですけど、やはり要所要所ではアクセスして、例えばやってみせてるとか、そういうことがあるのかもしれません。なのでこういうのを見てみると、例えばメモをやる人が少なくて、それのやり方が分かんなかったなら本当は延期した方が良かったかなとか、こういった振り返りもできるかも思っています。それからもう一個ツール横断する意義として私が考えていますのは、やはりできなかったことの理由が分かるということです。例えば ebook だけのログですと、なんでメモやらなかったのかとか、マーカー引かなかったのかというのは分からないんですけれども、いろんなログが統合できることで原因が分かる。原因が分かれば対処ができるというふうに考えています。で、今回の場合は、読む速さのデータと語彙力っていうのが統合できるのでやってみたんですけれども、それから活動としてピックアップしたのは、メモを使う機能とマーカーを使う機能とダッシュボードなんですが、見ていただいてわかるように、メモの使う機能っていうのは、読む速さや語彙力と関係がありそうである。つまり、メモを使ってない子にメモ使いなさいってただ言っても、なかなか難しくて、そもそもメモ機能でいろいろ書くというのには、英語自体の力がある程度必要そうであるというふうに考えられる。一方で、マーカーっていうのはそこまでそういった力がいらなさそうで、ということは逆に言えば、マーカー使わない子は操作が難しくてやってないとか、あるいはもうその指示が通ってなくてやってないとか、全然別の原因が考えられるかと思います。それから、ダッシュボードっていうのもなかなか難しいものなんですけど、これを使われないのも、あんまりこの英語の力とは関係がなさそうで。で、逆に言うと、ダッシュボードは、ebook の機能じゃないので、例えば、
どこからアクセスしたらいいのかわからないとか、アクセスする時間がなかったとか、また全然違ったツールの利用の問題っていったところでうまくいかないとか、こういったような問題の切り分けができるかなというふうに考えております。で、今申し上げたようなこの設計はとても本当に作り込んだ授業だったんですけれども、じゃあどこから始めるかということで、今の授業でも使われたようなデータの使い方の一部分をちょっと使ってみるものをご紹介します。一つは予習復習に使うということで、これは私が提案してたものですけれども、まず予習段階でわからないところにマーカーを引いてくる。これだけだったら、まあ、生徒さんも先生も始めやすいであると。で、授業前にこの部分が苦手な人が多いのかと理解して、それに基づいてどこを解説するかとか、何を発問しようかとか、誰に会ってようかとかを決めてくれて。で、授業を受けながら理解したらマーカーを消してねっていうふうに子どもたちには言っておいて、じゃあ復習の時にはマーカーが残った箇所を復習すれば、こういったような流れが考えられると思います。だからそれの応用としては、これ実際の実証の事例から持ってきたんですけれども、小テストを授業の頭にしますと。その時に分からなかった問題にマーカーを引いてくださいというふうに言うと、先生としてはマーカーのリストから回答状況が分かります。そうすると、この理解度に合わせてどこを説明するかっていうのを勘じゃなくて決めることができます。これだと、これが難しそうかなと思って、これを解説しようかなと思いかと思うんですけど、解説すべきものがちゃんと根拠を持って決めること。でこれはもちろん CBT とかクイズとかすればできるんですけれども、毎回の授業の小テストをそれにするというのはあまり現実的じゃないんですが、PDF の上のログを使うだけで、普段のプリントを PDF にするだけでですね、データに基づいた授業ができるということもポイントかなと思います。でこのあたりはちょっと今日は時間がないので割愛するんですが、いろんな学校段階のいろんな科目で実習を行っていて、どんなところで使えるかのが明らかになっています。で、最後に、じゃあどうやってこれが普及していくかなんですけれども、先ほど申し上げた事例ポータルとして、公開していくっていうのがまず一つ大きなことだと思っています。それから、もう一つ、エビデンス駆動型研究研究協議会というもので、実際の現場の先生の実践報告をしていただいたり、ハンズオンの研修会をしたりして普及に努めています。それから、これはもう一つ重要だと思ってるんですけど、やはり次世代を育てるという意味で教員養成、どうやったらランニングアナリティクスを授業で取り入れる教員が育てられるかということで、こういった実証もしています。ここでまとめとしましては、学習データを使った授業によって、今まで気がつかなかった生徒の、頑張りとかが見える。教室内の見え方の解像度が見える。リアルタイムに根拠を持った意思決定ができる。学習者自身もデータを使って振り返る、学び合う機会を作ることができる。それから今日の事例ではあまりなかったんですけど、自動化もかなりできる部分が進みますので、そうすると余った力を個別最適な学びの実現の方により振り向けることができる。でただ、これを実現するためには、今日申し上げたとおり、まず教員側のアップデートが必要で、そのためには、大きな事例というより、まずどこから使えるかっていったことの情報提供が必要で、良い事例を蓄積して、それをコミュニティで共有する仕組みが必要かなと思います。以上です。ありがとうございました。